こんにちは、獣医師のお村です。今回の動画は、ワンちゃん猫ちゃんのね、急性腎障害について解説していきたいと思います。で、理解しやすいように今回はね、問題形式でやっていきますので、ぜひね、一緒に解いていきましょう。最後まで解けば、ワンちゃんネコちゃんの急性腎障害のことがね、よくわかると思いますんで、最後までお付き合いください。それでは1問目。 急性腎障害が犬や猫に起こると何がうまくできなくなりますかえっ、ー、と、A、走ること B、吠えること、泣くこと C、飛ぶこと D、血液から不要なものを取り除くこと E、寝ること、まあ、正解はね、もうちょっとわかりやすかったかもしれないですけど D の血液から不要なものを取り除くこと急性腎障害っていうのは 腎臓がね、急に何かしらの原因、何かしらのね、原因で傷ついてしまって、血液から不要なものを取り除く重要な働きができなくなる病気なんですね。腎臓って、その血液のね、こう、に溜まっている、血液流れている、血液中に、ま含まれている、まあ、体、体にとってね、いらないもの、悪いものを、こう、腎臓でね、こう、仕分けしているんですね。それで、 いらないものはおしっこにして必要なものはやっぱまた再度血液の方に行ってもらってうまいことそうやってこう仕分けしてるような臓器なんですね。でその急性腎障害、まあ、腎臓が傷ついて急,急性腎障害って状態になるとその血液に入っているいらないものとか体に悪いものをうまく取り,ぞ取り除けなくなってしまってその結果いろんな症状が出たり、ね、していく。 ものを急性腎障害って、まあ、急激になるんで急性腎障害って言ってるんですね。だからまあ腎臓っていうのはね、体のまあクリーニングスタッフのようなもので、いらないものをね、うまく処理できなくなると、ほんといろんなね、体に悪影響が出るよってことです。二つ目、二問目、急性腎障害は治療が遅れると腎臓の働きは元に戻らない。丸かツか、進化、偽か正解は罰、偽ですねに。間違いです。 急性腎障害っていうのは腎臓がね、突然ダメージを受けて、その機能が急速に低下する状態なんですね。でもですね、この状態っていうのは、その治療をね、早く迅速に開始することで腎臓の機能がね、改善して元の状態に戻る可能性がね、あるんです。これに対してね、急性腎障害の反対って言ったら慢性腎障害っていうのがあって、これがよく言う腎不全なんですね。 年取った猫ちゃん、ワンちゃんがなる慢性腎不全とかね、慢性腎障害っていうのは腎臓の機能がね、徐々に徐々にもう,こう永続的にずっと永久的に低下していく、下がっていく状態のこと。だから急性腎障害と慢性腎障害って違うんですね。で、まあ、慢性腎障害の場合は一度もう低下してしまった腎機能っていうのでね、元に戻らないんですね。でも急性腎障害の場合だったら元に戻る可能性があるんです。どういうい ダメージでその急性腎障害になったかによっては元に戻ることもあればやっぱ治らないこともあるっていう理解ですね。かまあそのそういった意味でですねこう急性腎障害と慢性腎障害の大きな違いっていうのは急性の場合は適切な治療によって腎機能がね回復する可能性がある慢性腎障害は回復する可能性がまずないってことですね。だからねそういった意味で急性腎障害 か,かもしれないってことであれば速やかにね、まあ、そういう症状についてもね後で解説しますけど怪しい症状があるようだったらすぐ動物病院に行って、まあ、の診断治療してもらった方がいいよってことですね。で次3問目ワンちゃんとネコちゃんの急性腎障害の原因でないものはどれですか A 人前性、B、人性,、C、人後性 D 運動不足、まあ、明らかに違うのは一つしかないんですけど正解は D の運動不足ですね。 急性腎障害の原因っていうのは、腎前性。か腎臓っていうのがあってね、こう、まあ、血液流れて腎臓に来て、そこから尿管っていうのを伝って、それで、あの、膀胱っていうところにおしっこ溜めといて、で、それから尿道を伝っておしっことして出てくる。もう、それをその、そこの腎臓よりももっと前。要するにまあ肝臓とかね。 あと、まあ心まあ、心臓にしてもそうです。いろんなところ。その腎臓、まあ、最終的にだから腎臓からいらないものと見なされたものはおしっことして出ていくけど、それより前のもの、肝臓とかね、いろんなとこ。だからもう、いろんな、本当にいろんなとこ含むのが腎前性です。腎臓より手前状態。血液が流れてきて腎臓に行く手前のものを腎前性って言って、だからまあ大体血液がね、腎臓にうまくな、十分に流れないような状態なんですねで。腎、腎、腎性っていうのは腎臓そのもの。 腎臓自体がダメージを受ける。腎後性っていうのは、その人だおしっこと作られ、腎臓とおしっこ作られて、尿管尿、膀胱、尿道、おしっこ出ていくるんですけど、腎臓より後、だから尿管とか膀胱とか尿道とか、そういったところを腎臓性っていう、そういうところに何か影響があって、急性腎症がになっているよ。例えば、膀胱結石でおしっこがもう、あの、 例えば流れていかないとかね、尿道、尿道結石とかできて、おしっこが出ていかなくて、おしっこはもうパンパンに溜まっている状態になると、だいたい BUNN とかね、クレアチニンっていう腎臓の数字がガ,ッガーンと上がるんですね。そういうのを腎誤性の急性腎障害って言うんですけど、まあ、こういうのに3つに分かれるんだよってことですね。運動不足はもう全然関係がないですよということですね。急性腎障害直接の原因にはならないってことですね。で、4問目。 次の原因を急性腎障害の種類に合わせて並べ替えてください。人語性、人前性、腎性とあってね。尿路の詰まり、血液の流れが悪い細菌感染。人前性はね、さっきもちょっと言いましたけども、人前性というのは血液の流れが悪いんですね。で、腎性は細菌感染。人語性は尿路の詰まり。腎性はあの後でどんどん解説していきますけどね。そう。 腎前性っていうのはね、血液の流れが腎臓にね、うまくいかないことが原因。で、腎性はね、腎臓自体がダメージを受けること。バイ菌の感染とかね。で、腎後性はおしっこの、尿路の、おしっこの通り道である尿路の詰まりによって、暴行血液とかね、尿、尿道血石とか、そういうので腎臓に負担がかかるようなものが原因なんですね。で問題5。次の原因を、 それぞれの気性腎障害の種類に一致させてください。腎前性と腎性と腎後性があってね。心臓がうまく働かないレプトスピラ症、尿道ね、血跡。正解は、腎前性が、心臓がうまく働かないですね。あるは血液、その腎前性ですから腎臓に行く前の段階なんで、心臓がうまく、例えば働かなくなってで、腎臓、血液がうまく腎臓に行かないから、 腎臓障害起こる。うまくね、その悪いものをこう、ろ過して腎臓からこう、外に出す、尿管とかに伝って出せないような状態のことを腎前性って言ってるんですね。前性は、例えばレプトスピラ症とい言って、あの、まあ、人、そういう細菌なんですけど、これはあの、ワンちゃんの場合はワクチンで予防できるんですけど、そのレプトスピラ症になって腎臓そのものにダメージ食らって、急性腎障害になるパターン。腎後性はね、 苦動用ですけど、尿道結石とかね、そういった結石ができて、おしっこは腎臓で作られて、おしっこがね、うまく外出ていかないから、腎障害になってしまうなパターン。おしっこが出ないと相当苦しいですからね、それでも腎臓にも相当負担かかるよってことです。人工性の場合ね。で、問題6。ワンちゃんや猫ちゃんがレーズンを食べると、急性腎障害の原因になりうる、進化、偽か丸かツか。正解は、進、正しい、丸ですね。 で、レーズンとかブドウっていうのはね、その一部の食品っていうのは、これ別の動画でね、ブドウの話してるんですけど、ワンちゃん、猫ちゃんにとって毒性があるって言われてて、食べることで腎臓にダメージが与えられてしまって、急性腎障害の原因になってしまうことがあるよってことですね。で、問題7。腎護性急性腎障害の原因として正しいのはどれですか ?A、血圧の上昇。B、尿路の詰まり。C、過度の運動。運動しすぎ。 D 食欲不振正解は B のの尿路の詰まりですね人後性の急性腎障害の場合はね、まあ、くどいようですけどおしっこの流れる道がね腎臓でできたおしっこがこう尿管膀胱尿道で出ていくおしっこ出ていくそこのどっかのところが詰まっちゃうんですねでもうおしっこが出ていかないからもう何て言うか水流してもどっか詰まってるからあふれ返ってくるわけです腎臓がダメそれによってダメージ食らってるんですね。 尿道とか膀胱にね、血脊ができたりとかして、その、例えば腫瘍ができてとかね、そういった場所にね、尿管とかね、で、尿の流れが妨げる、そういうのが原因な,なんだよと。もしくは腎臓に戻ってしまって、正しく機能しなくなってしまうんですね。次、問題8。急性腎障害が起こると、腎臓は体内のほにゃららを外に出す役割をうまく果たせなくなりますと。正解は毒素ですね。 駆動、まあ、いですけどね腎、腎臓っていうのはね、体に悪いものとかいらないものをこう、ね、仕分けしてるんですね。いらないもの、悪いものを出そうとするから、外に出そうとするわけなんですね。だから毒素。特に毒素を出せないから急性腎障害になるわけですよ。毒っていうのは体に悪いもののことですからね。腎臓はね、通常っていうのは、普通は血液から毒素を取り除いて、おしっことして体の外に出す。で必要なものは残しとくっていう、 すごく大事な臓器なんですけど、それがうまくできなくなっちゃうんですね。急性腎障害になるとね。で、体の中に毒が溜まっていて、最悪尿毒症とかなってしまったりとかしてね、死んじゃうこともある。非常に恐ろしいですけどね。え問題9。ワンちゃんや猫ちゃんの急性腎障害の一般的な症状はどれですか ?A、増加した活動性。B、食欲の増加。C、嘔吐と食欲の減少。D、毛並みの輝き。 これも分かりやすいですけど正解は C のオー吐と食欲の減少急性腎障害になってしまうとワンちゃんやネコちゃんは通常普通そゃそうですよね毒が全身溜まってくるんでね元気がなくなって食欲が落ちて吐いたりとか毒溜まってるんでね気持ち悪いから吐いちゃったりすることがあります。これはね腎臓の中腎臓がね体内のねいらないものをうまくね出せなくなっちゃう仕分けできなくなっちゃうからなんですね。 まあ例えば郵便局のねスタッフさんがその働くもうデモを起こしてあの必要なこうみんなに届けよう兵庫県に届けようとかね神奈川県に届けようってするものをわざとになんかむちゃくちゃなことしたりとか逆に届けなくしてしまってもうなんかもう荷物置いちゃってストライキを起こして荷物置いちゃったらどんどん溜まっていきますよね荷物が。そしたら僕らはこう届けてほしいのに届かない届かないとかなってねど,どうなってるんですかとか電話したりとかしていろいろ揉め事が起こって。 大混乱起こるみたいな、そういう感じですよ。それがもう、あの、僕たちの体の中に起こってしまうという、非常にね、恐ろしい状態なんだよ、ということですねで。問題10。急性腎障害の症状には、尿がほとんど出なくなることがあります。心か義か、丸か罰か。正解は丸ですね。心ですね。急性腎障害では、ね腎、腎臓の機能が急激に落ちちゃうんですね。でそうすると、おしっこが作れなくなっちゃうんで、 作る、だいぶ作り、作りづらくなってくるんで、おしっこの量が減ってしまう。最悪の場合、ほとんどおしっこが出なくなることがあるんですね。で、問題11。ワンちゃんや猫ちゃんの急性腎障害に関して、正しい説明はどれですか ?A、症状はすぐに現れず、数年かけて徐々に悪化する。B、尿が多く出ることが主な症状である。C、腎臓の機能が急激に悪化し、腎臓が毒素を排出できなくなる。 主にににのののの犬猫にのみ見られるるる病気ででである正解は C 腎腎臓臓機能がが急激に悪化して腎臓が毒素を排出できなくなくすねここまで来たらもう当たり前だよと思うかもしれないけどでもこれをこの動画を聞いてない人のほとんどは知らないわけなんでだいぶ勉強になってるってことなんでそう思ってもらったら高評価ボタンとかねチャンネル登録とかしてほしいんですけどそれを生きがいに頑張ってるんでね。 あの急性腎障害になると、その腎臓がね、もうとにかくダメージ受けて、その腎臓の本来の役割をできなくなっちゃうんですね。だから郵便局のスタッフさんとかね、その黒猫大和の方々とかね、そういった方々のおかげで、その本当荷物届いて、あれすごく助かるというかね、ありがたいんですけど、それが分かるとね、やっぱね、なんかね、なんかこういろんなことが起こって、なんかこう、もうストライキだとかやってくれなくなって、物が届かなくなって、 てくるってのはね、やっぱりその、商品が届く届かないでも相当やっぱりね、混乱すると思いますけど、自分たちの体の中でね、人造さんが、だからほんと人造さんがだからね、そういう仕分けスタッフさんと同じなんですね、郵便局とかの。すごく大事な役割、お互いね。人造さんにとってみても、その、郵便局とかね、黒猫山トのスタッフさんとか、佐賀急便さんとか、そういった仕分け、僕はあの、 高校卒業した後、あの、お金がなかったん、ね、で、浪人をすることだったんですけど、その時仕分けのバイトしましたけど、本当ね、大変な重いものをも持たなきゃいけないしね、大変な仕事でしたけど、そういった方々のおかげで、あの、成り立ってるんですね。だからそういう急性人障害になると、急激にその仕分けしてくれる人がいなくなっちゃうような状態なんで、いろんなね、その毒、毒が溜まってね、ほんと体にとっていろんな症状が出るんだよ、ということですね。で、問題1に、 え、以下の検査方法を、それが何を主に調べるか組み合わせてください。血液検査、尿検査、超音波検査ってやるんですけど、選択肢としては、A として腎臓の形とか大きさ、B、腎機能の指標、C、腎臓のダメージや感染の有無。正解は、血液検査は B の腎機能の指標、どんだけ腎臓頑張ってる、頑張れるんですかで、尿検査は C の腎臓のダメージとか、感染の有無。例えば腎臓がダメージを受けて、そうすると、 腎臓はね、タンパク質、細胞とかね、そのタンパク質とかいろんなものがある、でできてるんで、例えば顕微尿検査で顕微鏡で見たら、いろんな悪い細胞が見えたりとかね。あとは、その、性化学検査って言うと、タンパクが出てるよとか、なんか、出血血が出てるよ、鮮血が出てるよとかね。そういったのがわかるんですねで。超音波検査で、あの、腎臓の形がわかるんで、なんかね、例えば腫瘍ができてないかなとか。 なんか、すごく大きくなってないかなとかね。そういったことが分かるんだよということですね。そういったことが分かってもらったらね、いいかなと思いますね。それで問題13。えー、尿素窒素、BUN とかね、クレアチニンの値が高いと、腎臓の機能が75%失われた後であると判断できる。丸か×か。だから BUN とかね、クレアチニンっていうのを血液検査で調べるんですけど、 それが高いって分かったら、もう腎臓の機能が75%失われてるんだよってことが分かるんですか丸か×か正解は丸です。丸です。あの、真ですね。BUN とかクレアチニンの値が高くなるっていうのは腎臓の働きがね、大幅に低下している状態なんですね。だからこういう BUN やクレアチニンが高いって分かったら、もうだいぶ残り25%しか頑張れないんだよっていうことが分かる。 なんかもっと早く分かりたいなっていうことで次の問題があるんです問題14ワンちゃんやネコちゃんの急性腎障害の診断においてどの値が腎臓の機能が40%これ場合によって25%というあの先生も言いますけど失われた時点で高くなりますかさっきの BUA のクリアチリンはね75%失われた25%生き残ってる今回の問題は40%失われたけど60%生き残ってるとか あるいは25%失われたけど75%生き残ってる。そんだけ初期の段階で分かる検査はどれですか ?A、血糖値。B、SDMA。C、BUN、UM。D、クレアチニン。正解は B の SDMA ですね。 これはですね、腎臓の機能が、本当に人によって違うんですけど、だいたい40%ぐらい失われた時点で高くなるんで、さっきのね、BUA のクレアチリンは75%失われてわかるんですけど、SDMA は40%失われた時点でわかるんで、より初期の段階でわかるんですね。だから最近は、その結構本格的に腎臓病を見てる動物病院さんは、結構 SDMA、これ特殊検査なんで、外注検査って言ってね、自分の動物病院の中ではだいたいできないと思うんですけど、だから、 外虫検査で送って数日後また来てくださいねって言って、で、結果をお見せする形になることが多いんですけど、BA のクやアチニだはたい動物病院の中で検査できることが多いんですけどね、SDMA は外虫検査っていうので、外で検査してもらうって、送り返してもらうような検査になってくるんですけど、これの場合だと急性腎障害がね、早めにわかるよと、早い段階でわかるよということです。で、問題15。ワンちゃんや猫ちゃんが中毒物質を摂取した直後の急性腎 生涯治療法は何ですか A 運動させる B 吐かせることを試みる C 多くの食べ物を与える D すぐに水泳、まあ、正解は B の吐かせることを試みる、まあ、ただ吐かせることを試みるのは動物病院でやった方がいいですねお家でやるのは危険です吐いたものが詰まったりとかすることもあったりいろんな薬物を飲ませて吐かせるので中毒それによって中毒を起こすかもしれないで吐かせる物質によって中毒を起こすかもしれないんで まあ必ず動物病院でねこうあの試みるって話だと思ってもらいたいんですけどあの中毒物質だなっていうこと分かってそれで急性腎障害だなって思ったらなるべく早く早い段階であればねあか要は急性腎障害になるようなものを食べたってことが分かったらけど食べてまだ1時間だとかだったら吐かせてね吸収される前に吐かせればそういうあの急性腎障害になる前に予防的にことができるよってことですね。 問題16。急性腎障害の治療において、腎臓の機能を助け、体内の毒を排出するために重要なのは、ほにゃララをたくさん与えることです。正解は水分です。急性腎障害の、ね、治療っていうのは、腎臓に水分を、ね、たくさん与えることで、おしっこをいっぱい作らせて、体内の、ね、体の中の毒をちょっとでも出すことが大事なんですね。毒が溜まってるから余計調,調子悪くなるんで、だから水分をいっぱい与えること。 で、かといってもうね、急性腎障害になるとさっきも言ったように、食欲も陥ったり、吐いたりするんで、飲ます、水飲ますって言っても吐いちゃうかもしれないから、普通点滴で強制的に体に吸収させるんだよってこと。それでおしっこ作らせますよってことですね。で、問題17。次の治療法をそれぞれの目的に合わせて組み合わせてください。A、点滴。B、手術。C、活性炭を使う。選択肢は1番、腎臓の機能を支える。 2番中毒物質を除去する3番物理的障害を取り除く正解はね A の点滴は1番の腎臓の機能を支える点滴でねいっぱいお水を送ってもらってで腎臓の機能をサポートしてるんですねいっぱい水が届けばちょっとでも残りの隊員たちがね隊員のお仕事してる方がちょっとでもおしっこ作ってくれて毒を出してくれるんでね だからさっきも言ったように SDMA だったら40%失われてるけど60%は生き残ってるわけなんでねで。B の手術は3番の物理的障害を取り除くだから例えば腫瘍ができてるよ膀胱に腫瘍ができてるよってったらその腫瘍を取り除く C 活性炭を使う活性炭っていうのは、ね、吸着剤っていっていろんな体に悪いものを吸着させてそ体の外を出すものなんでだから中毒物質を除去する2番のねにつながるんだよということですね。 あとは、そのね、手術は他にも手術使用以外でもね、膀胱血石とかね、尿道血石とかね、膀胱血石、尿管血石とか、腎血石とか、そういったのを手術で取り除くんだよってことです。で、問題18、急性腎障害の予防で最も推奨されるワクチンは何に対するものですか ?A、狂犬病。B、レプトスピラ症。C、パルボウイルス。D、フィラリア。正解はね、B のレプトスピラ症。 これワンちゃんのワクチンなんですけど、レプトスピラ症っていうのは動物のおしっこに汚染された水からね、あの感染することがあるんで、だから田んぼが多いような田舎、まあうちもそうなんですけど、そういったところにお住まいの方のワンちゃん特にね、レプトワンちゃんの場合はお散歩行ってね、田んぼのとこ通るようだったら結構そういったところから感染しやすいわけなんで、とは言われてるんで、もちろん都会でもいるかもしれないですけど、 まなるべくね、これはだいたいワクチンでいうとこのワ,クワンちゃんのだったら7種以上のワクチンだとだいたい入ってるんで、7種とか10種とかあると思いますけど、そういったリプトスピラーで急性腎症が怖いなって方だったら、ま10種とかね、ワクチン打った方がいいかなと。これ人間にもちなみにうつんでね。あの、まあそういった意味で予防しといた方がいいかなって思われる病気のワクチンになりますね。 で、問題19。ワンちゃんや猫ちゃんが誤って中毒物質を食べてしまった場合、治療の必要はなく、自然に回復する。マルかツか、進化期か。正解はバツワンちゃんや猫ちゃんがね、中毒物質を摂取した場合、すぐに動物病院へ行ってもらって、適切な処置をね、受けることが非常に大切なんですね。だから、とにかくお家で吐かせるとかはもう危険ですし、まあ、ほっといたらいいだろう、おしっこ出るだろう、いやいや、だから、 腎臓がやられてるからおしっこが出づらいんだよってことなんで、だからも自然に回復するのを待つよりも点滴したりとかね、吐かせたりとかね、手術したりとかね、いろんなことをして治療していかなきゃいけないんで、まず中毒物質なんで手術はないですけど、吐かせたりとか点滴したりとかね吸、吸活性炭のま、あの飲ましたりとかね、そういった治療が必要になるんで、早めに動物病院に行きましょうねってことです。問題20。以下の予防策をそれぞれの目的に合わせてマッチさせてください。レプトスピラ症のワクチン接種。 毒性のある食品や食物,物を避ける。C、定期的な人機能チェック。A、感染症予防。B、中毒予防。C、早期発見と治療。正解はね、A、あレプトスピラ症のワクチン接種は A の感染症予防。当然ですね。そういう細菌感染なんですけど、バイ菌感染なんですけどねで。毒性のある食品や植物を避ける。これは中毒の予防ですね。例えばユリの花とかも中毒の原因なんですけど、そういったものとかね。 定期的な腎機能チェックは早期発見と治療ですね。だから BUN が高いとかクリアチニンが高い。腎機能の75%が失われている可能性が高い。SDMA が高い。40%失われている腎機能が。60%は生き残ってるかもしれないから早めに治療を開始しなきゃとかね。そういったことをですね。で、問題21。次の項目を正しい説明と一致させてください。膀胱炎の持病がある場合、暑い時期。で選択肢は A で、 熱中症にによるる脱水に気をつける B 定期的に動物病院でチェックを受ける正解は膀胱炎の持病がある場合は B の定期的に動物病院でチェックを受ける膀胱炎がね結局ほっとくとね膀胱結石ができたりとかしてねそうするとおしっこが出づらくなってで腎臓に負担がかかって急性腎障害になる可能性があるから膀胱炎がよくねなるんだよって方は定期的に尿検査を受けたりとかしてとかね症状を聞いたりとか、まあ、エコー超音波検査してもらったりとかして。 膀胱の状態を、ね、見てもらう暑い時期ですね暑い時期っていうことになってくるとその、えっと、熱中症によ、ね、る脱水に気をつけるってことですね。がまあ,あ,あの膀胱炎の場合は定期的に動物病院でチェックを受けてもらってで暑い時期っていうのは熱中症に、まあ、あの熱中症による脱水を気をつけてもらうってことですね。うん、これはもう分かってもらえると思うんです。さっきもあの,膀胱炎の話 膀胱やとかそういう病、うん、気の場合は定期的に、ね、チェックを受けてもらった方がいいかなっていう話ですね。と、うん、いうことででしたね結構長かったですけどこの動画参考になっておた方はね高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いしししまますそれででは次の動画でお会いしましょう失礼します。